はい、えー、皆さんこんばんは主の龍崎哲郎です1週間ぶりのご無沙汰でですす、えー、今日はですね、あのまあ、先に、えー、あの一つ言っておくのが、あのえーまあ、今まで、ね、ずっと25時スタートっていう風にしてたんですけど、今週から、えー、24時スタートに変えました、えー、0時ですね、金曜0時、深夜0時からのスタート、1時間あの早めました。 もうこちらの方がね、まあ皆さん見やすいんじゃないかなということと、まあ僕自身も、えー、ちょっと一時はきついかなということで、早、えー、めました。長い時はね、一時間以上喋るんで、あんまり遅くなっても。というわけで、あの、この時間でこれからよろしくお願いします。えー、っと、早速なんですけれども、あの、まあ前々からね、あの、 スタートリスタートした時からあの喋っていたことなんですけどビータードイグの、ね、展覧会その当時やってましてもう残念ながら終わってしまいましたあの、えー、とちょうど会期、まあ、に間に合ううちに生放送をやりたいなと思っていたんですけどとても残念でしたで えっと、まあ、早速なんですけど、まあ、ピーター・ドイグ。ピーター・ドイグという作家、まあ、ご存じない方もね、多いかと思いますが、まあ、現代アートの中で人気のある作家なんですけど、ちょっと会場風景から見ていただきますえー、っと、これですね、えー、これはあの、はい、こんにちは、ザズさん、こんにちは。えー、スキージャケットという作品ですね。 なんだかね、あのー、よく分かんないかもしれませんけど、であこれ、写ってる人はねあの、僕とは関係ないんですが、作品のサイズ感をね、あのーえー、いただくために、わざとあの観客の方を入れ込んで、写真撮りました。あの会場で最近、写真撮っていいそうなんですよね。えー、というわけなんですが、でこれはなんか日本の、あのー、スキー場の多分ニセコじゃないかと思うん。 広告チラシから撮った作品というなんですよねあの。真ん中に割れ目が入ってると思うんですけど、これ左右が、まあ、あの鏡面になってて、ね、あの片方だけで、半分だけで見ていただくと分かるんですけど、要するにスキーのゲレンデなんですね。でなんか小さく点々とあるのがスキーヤーということなんですけどね。まあ、そういう作品でした。 でこれですね。これは、あの、えー、手前にあるのがカヌー、奥にあるのがエコーという作品です。えー、っと、まあ、テーマがね、13日の金曜日から引っ張ってきているということで、なかなかまあ、面白かったですけれど。そして、これですね。これは、あの、ガストホーフツァ・ムルデンタール・シュペレというね、あの、舌を噛むようなタイトルなんですけど、ドイツ語だそうです。 でこのドイツの、ね、ダムッコの古い絵はがきをもとに絵を描いてる。であの真ん中に2人人物が小さくいるんですけど、あのこの人物はあのピーター・ドイグという、まあ、イギリス人の作家なんですが、彼が、えー、オペラ座の、ね、衣装係として働いていた時の自分の姿をそこに入れ込んでいるんだそうです。 えっと、まあ、あのー、正直に言うと、実は僕はあのピータードイグ店に行ってあんまり感心しませんでした、うん。とても残念です。あの、結構期待感を持って行ったんですが、もうこう写真で見るとね、あのー、かなり感じなんですけど、現物を見ると結構微妙かなという <laughs> 印象を受けました。 でまあ、それについてはねあの作品の評価というのは、まあ、人それぞれというところもありますから、まあ、残念ながら何回終わってしまったんですけどまたどこかでね皆さんご自身が見て判断していただければなと思います。であの、まあ、そうなんですけどもピーター・ドイグという作家今とても人気がありますね。 あのメアリー・ブーンだったと思うんですけど、ニューヨークのメアリー・ブーンの,、ね、あのオープニングのえピーター・ドイグ展のオープニングの動画なんかを、ね、あのメアリー・ブーンの公式サイトなんかに載っているのを見てもすごい盛況であの、まあ、今一番人気のある作家なんじゃないかというぐらい売れっ子ですね。であの今の、まあ、美術関係者と美学生、 時代の学生さんなんかでピーター・ドイグが好きだなっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかとは思います、まあ、僕の評価はさておいてねでまああの僕がなぜピーター・ドイグにあんまり感心しなかったかという話はあの今日のテーマではないのでねあのフリートークの時に、ね、あの説明したいとは思うんですけどただとても人気のある作家であの多くの人たちに愛されていることは事実ですで あのその彼今日は彼ではなくてです、ね、彼が非常に大きく影響を受けた一群の作家たちがいますあのドイグを知ってる人でも彼が影響を受けた特に彼はあの言名してるんですけどあのジュリアン・シュナーベルというのあのメインで扱う作家ですがあの彼の影響を非常に受けていると彼自身がピーター・ドイグ自身が言ってるんですけどそのジュリアン・シュナーベルを含めたあのニューペインティング あのこれはあのそして彼らが、まあ、その時代に行った、まあ、ムーブメントっていうのをね美術だけではなくてですねあのその現代の思想史そのものにも僕は非常に大きな影響を与えたと思っています。えにもかかわらず残念ながらですねあ,のあんまり日本で本当の意味で彼らの作品を見る機会が少ない あの残念だなと思っているんですけどそこでですねまあその中心人物の一人であり僕がものすごく尊敬をしているジュリアン・シュナーベルを中心にポ、えー、ストモダンとニューペインティングについて今日は喋っていきたいと思います、えー、というわけでそれではそろそろ参りましょうか、えー、金曜深夜24時ですね アートをめぐる雑談番組アートフルナイトニューペインティングの現場承認スタート いかがだったでしょうかあーオープニングちょっと変わ,変わりましたあの。PV とね、少しあの入れ替えて修正したんですけどね、かなり自分ではあの頑張って作ったつもりなんで、えーっと、かっこいいとかね、褒めていただけるとすごい嬉しいです。えーっと,まあ、とりあえずこれ見ていただけでね、いただいただけで今日は終わりでもいいんじゃないかなっていう、そんな感じです。まあ、これがニューペインティングですっていうことでね、いろいろ出てきましたけどね、ジャン・ミシェル・バスキアとかペンクとか、 とかあのまあ、知ってる方には馴染みの知らない方にはなんだこれっていう絵がいっぱい並んでましたけど、まあそんなものなんですけどね。えー、っと、とりあえずそれでは今日の、まあ、メインでね、あのシュナーベルの話からしていきたいと思います。 はい。えー、っと、これがジュリアン・シュナーベルという人ですね。あの、これはウィキから取りました。まあ、1951年に、まあ、ニューヨークのブルックリン生まれのユダヤ人作家ですね。あ,あの、ご多分にもれずということですね。あのニュ、アメリカの、えー、アート、現代アートの作家にはユダヤ人がすごく多いんですけど、えー、っと、で、彼のね、最初の古典なんですけど、彼はあの、 1979年に、まあ、ニューヨークの2月にですね、ニューヨークのメアリー・ブーン・ギャラリーというところで、あの、個展を開くんですね。えー、っと、まあ、初期の作品が、これですね、これはあの、ブーン・ギャラリーで開くよりはるかに前の作品なんですけど、あの、えー、なんていうか、回転ドアの犬っていう、1973年の作品ですね。 あのな,なんだこれって感じで二十歳代ぐらいで描いたらしいんですけどあの微妙な作品ですがでその後あと79年、えー、メアリー・ブーンで展覧会を開いてでこの展覧会とともに彼は一挙に有名になっていきます。スターダムを駆け上がっていくんですよね 当時、あの、今、あの、現代アートをやる方ならね、メアリー・ブーンといえば、あの、超一流ギャラリーとして知られているでね、えー、聞いたことがあると思います。あのー、まあ、そういうギャ位置づけのギャラリーなんですけど、当時のメアリー・ブーンはまだ若い画商で無名でした。で、あのー、この、シュナーベルとメアリー・ブーンがお互いに無名だったんですが、若い頃に、まあ、手を取り合うようにしてですね、 ギャラリーも作家もスターダムを駆け上がっていったという、まあ、なかなか美しいストーリーなんですけれども、えー、まあそういうことですねまあ画商と画家のまあ理想的な関係と言っていいんじゃないかこの時にあの彼がですね有名になったのはプレートペインティングというあのアートスタイルで有名になりますでその時のメアリー・ブーンでやって 展覧会に出これはそうですねこれは「患者と医師」という作品ですねこれがあのメアリブンデの初個展の時の出品作の一つです、えー、これはあのまあ規定材木のようなものの上にあの陶器の破片が接着されててその上にペイントがされてるんですね これですねこれは「ファッションの詩」という作品でこれも、えー、シュナーベルがあの初古典で展示した作品ですそれからこれは少し時期がずれるんですけどこれはあのフランセのフランシスの法悦法悦っていうのは法話の立法の法ですね「越は喜び」まあ、だから宗教的エクスタシーという意味なんでしょうけど えー、セイ・フランシスの放悦という作品です。これもプレートペインティングの作品で、あ初期のまあ代表作の一つですねで。さらに有名な作品になるんですが、これですね。これは海。ああの見てのとこ海という、えー。とても僕は好きな作品ですね。それから、 これですねこれがまあシュナーベルの作品、初期の作品群としてはの中では一番有名な作品です。でこれはあのプレートペインティングではありませんね。あの初期の代表作なんですけど、EXILE、まあえー、だから亡命とか流浪とかっていう風なタイトルの作品ですね。えー、っとこの、まあ アートにね、詳しい方ならばすぐに気づくと思うんですが、まあ一番左側、左端にですね、描かれているのは、あの、カラバッチョのね、花かごを、かごを持つ少年の、まあ、模写ですね。うまくはないです。<laughs> そして、あの、右側にポップアートみたいなね、これ、時々シュナーベルの作品に出てくるんですが、この不思議な人形のような、 アニメのような漫画のようなものは何なのか申し訳ないんだけど分からなかったですね。ちょっと探してみたんですけど、ついに分からなかったんですが、あの非常に面白い作品ですね。えー、っと、まあ、こんな感じの、まあ、作品を作って、えーまあ、一躍有名になっていった作家なんですけども、えー、っと、彼はですね、あの、絵を描くだけではなくて、 映画も撮っています。で、映画監督として非常に優秀です。で、あの、ニューペインティングムーブメントの,あのメアリー・ブーンの売り出した作家たちの中に、このジュリアン・シュナーベル以外でもですね、えーまあ、皆さん多分ニューペインティングといえばこの人の名前が浮かぶんじゃないかというぐらい、一番世間的には知名度があると思うんですが、 ジャン・ミッシェル・バスキアといいう作家がいましたで。シュナーベルとはもちろん知り合いだったんですね。でこのバスキアは若くして亡くなるんですけど、そのバスキアの電気を映画にしてるんですね。えー、ポスターを今お見せします。これですね。これがシュナーベルがあの、まあ、撮ったバスキアの電気映画のバスキアという、まあ、文字通りバスキアというタイトルの 映画のポスターです。いい映画です。で、あの、これは1996年に制作された映画ですね。で、その後もずっとあの映画制作を続けています。これですね、この映画は本当におすすめの映画でして、潜水服は蝶の夢を見るっていうね、映画なんですけれども、これはあの、えー、っと、 ファンの国際映画祭で監督賞、それからゴールデングローブの監督賞などをまあ受賞して、あの、軒並み世界の、ね、映画祭の賞をさらった映画です。えっと、これはですね、あの、フランスであった実話なんですけれども、ファッション誌の、えー、ディレクターだったかなち。ちょっとすいません、忘れてしまったんですが、があの、脳梗塞をでて、 あの、倒れてしまってですね、まぶた以外、えー、体が全く動かなくなるんですね。この画面の右端にいる男がその主人公です。で彼はまぶた以外を動かせなくなるんですけれども、そのまぶたのまばたきだけでですね、あの、自伝を書くんですね。なんと20万回のまばたきをサインにしてですね、あの自伝を書くという。 大変なことを成し遂げるんですけど、その自伝をもとにした映画です。えー、これはぜひあのご覧になってみてください。とてもいい映画だと思います。えっ、ー、と、そしてですね、あの、その次なんですけれども、他にもいろいろ映画撮ってるんですけど、去年日本でも公開されました。残念ながら僕はね、これ見てないんですよ。 ですがあのインセント・バン・ゴッホの電気をシュナーベルは映画にしています永遠の門という映画ですねこれ映画の PV があったのでそれを今流します世紀の天才画家ゴッホ彼は生きている間認められなかった Des Go away. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? I am my paintings. There's something inside me, I don't know what it is. What I see, nobody else sees it. And... Tell me the truth. Am I a good painter? Pastor, yes, you're a great painter. 魂を揺さぶる真実の世界、like you you like、永遠の門ゴッホの門見た未来はい。 えーと、まあ、映画の PV を、ま、載して、問題があるかどうか、ちょっとよくわからないんですけど、PV だからいいだろうと思ったんですけど、なかなか魅力的な、あの、映画のようですよね。僕も、あの、見に行きたいと思います。あの、見に行きたいというか、あの、レンタルで借りたりしたいと思ったちょっと、えー、タイミングを逸してしまったので、まあ、この放送の前にね、見ておこうと思ったんですが、できなかったんで申し訳ないんですけど、なかなか、あの、 渋い役者さんが出ていてですね、あの、かっこよさそうな映画だなと思っています。で、あの、まあ、こういう映画を撮ったんですけど、で、その後ですね、あの、そして、あの、ペインティングの方でですね、えー、こういう作品も作ってますね。これはですね、 えー、バラの絵という作品なんですが、これもあの、プレートペインティングですね。あの、これ2000年代に入ってからの作品なので新しいです。あの、ゴッホの電気映画の取材をしている時にイメージしたんじゃないかと思われます。えー、っと、あのタイトルがバラの絵、ゴッホの墓の近くタイトルですね。おそらくあの映画を撮るにあたって墓参りに行った時にインスピレーションしたんでしょう。 えー、まあこれ、プレートペインティングで画面に、あのー、陶器の破片がびっしりと貼り付けてある上に、まあ無理やりのようにペイントしてある。ね。これが、えー、同じくそのバラの絵のシリーズの8ですナンバー8。先にお見せしたのがナンバー1です。ちょっと、えー、拡大してみました。こういう感じですね。 なかなか僕は好きですね。あの、綺麗だなと思います。で、まあ、こういうふうに見ていくとですね、ああ、こうやってお皿を貼り付けてるプレートペインティングの画家なのかというイメージがあるんじゃないかと思うんです。あこれもお見せしますね。これもあの、えー、と僕が作った PV にも、それからオープニング動画にも使った作品。これはステラという作品。 この方は、あの、シュナーベルのお嬢さんだと思います。とても似てます。<laughs> あの、シュナーベルがですね、イタリアのミラノに行った時に回顧展をやってるんですが、そのドキュメンタリーを僕ずっと見たんです。そこに、あの、タクシーに、あの、シュナーベルと一緒に乗っかって、機嫌良さそうにいた方がですね、この方にそっくりでした。<laughs> どう考えても、お嬢さんで。 こういう、まあ、プレートペインティングだけではないんですね。彼は、それ以外の作品も見ていただきます。これはですね、あの、初期の、えー、抽象画で、ポートレートオブゴッド1989年の作品です。これも、まあ、シュナーベルはね、あの、一つのテーマで連作をやるんで、これも同じような作品が何点もあるんですが、 あの、すごく大きいです。そしてこれですね。これは割に最近だと思うんですね。えー、っと、えー、紫の絵画シリーズというふうに、あの、銘打ったシリーズで何点も作品を作ってるんですが、えー、その中の一つで、アセンション1という作品。そして、はい、えー、っと、これは、 えー、まあ、無題というタイトルなんですけれども、えー、と防水シートシリーズというふうにあの名付けられたシリーズで、これも同じような感じの作品をたくさん作ってます大きいです、すごく。で、これはの、軍用の防水シートの上に書いているというふうに、えー、クレジットしてありますね。それからですね、これが。 これはあの地獄の塔というタイトルの2015年ですから割に金作ですねあの。スプレーペインティングシリーズと名付けたものです。それからこれですね。えー、とこういう抽象ですね。非常にあの質の高い抽象を描く一方でですね。えー こういうい印刷物とかあそういうものにあのペイントするような作品群も書いてますね。これはまあ無題文字通り無題なんですけどそれからこれはチャイナとなんかあの中国の絵はがきなんだかなんだか陶器の印刷物かなんかの上にですね不思議なあのマテリアル感のあるペインティングをしています。 えっと、彼の作品のね、クレジットに、まあ、彼の、あの、公式サイトなどにも、クレジットに細かくメディア書いてあるんですが、はっきり言って何だかわかりません。もうめちゃめちゃミクストメディアなので、その、まあ、直訳しても読んでもですね、まあ、もちろんその単語の意味はわかるんですが、それが何の絵の具っていうか、どういうその、ものを意味するのか。 わからないです。だからこのシミのようにダーッと垂れてるのが何なのかわかんないですね。実際に見ていただいてもですね、わからないものがすごく多いです。本当にありとあらゆる素材を使ってペインティングしているという感じなんですね。えー、それからこれがですね、まあ、あの、お嬢さん、さっきのステラお嬢さんが出て、ステラと木の鳥という絵です。 でこれ後ろにあるのはですね、歌舞伎の鈍ンです。で、です。これね、あのー、シュナベル、1980年代の後半に日本に来ていて、アキラ池田ギャラリーというところで展覧会をやっています。で僕はあの帰国直後ぐらいかな、ちょうどその展覧会を見に行きました、えーと。記憶が確かならばその時の作品だと思います。日本に来てこの歌舞伎の鈍ン の上にですね、あの、まあ、どこでそれを手に入れてきたのかわかんないんですが、その上にペインティングしたシリーズを、まあ、たくさん作っているんです。その中の一つ。で、こういうふうにですね、あの、具象的な継承とか、ちょっとポップのようなものとか、いろんなものが入り混じったような画面も作って、それから、 これですね。これはあの、2000年代に入ったばかりの頃に、えー、のシリーズなんです目がない大きな女の子というビッグガールというシリーズで、これも作品でっかいんですが、あの、僕はこれ大好きですね。えー、あの、同じような感じでみんなこう目のとこがね、あの、犯罪者みたいに目隠しされてるんですけど、えー、すっごい面白いなというふうに、えー、思っています。 えっとまあいかがでしょうかこんな感じですねシュナーベルの作品というのはねまあ見てい,ていただいて分かる通りあの何でもかんでもやりまくっている感じです。抽象あり愚象ありのようでもあり、えー、なんかありとあらゆる、えー、ペイントスタイルがですねあの一つの作品の中にも同居しているし それから、あの全然、一つ一つを見ると別の作家じゃないかというぐらいに違うスタイルのものを同時並行で描いたりしていますね。えー、それが、まあ、あのシュナーベルの特徴なんですね。えー、そしてですね、まあ、ここからなんですけれども、あの僕がシュナーベルと出会った最初の作品はこれでした。 えっとこの作品はですね函館の JS という作品です。なぜあの函館という地名が出てきたのか全然わからないですあのかなり初期の作品なのでこの時にシュナーベルが日本に来ていたことがあるのかどうかは結局わからなかったです 京都とかね、大阪とか東京とか言うのならわかるんですが、あの、いきなり函館っていう、まあ別に函館ばかりにしてるわけじゃないんですけど、なぜというふうに、この作品見たのももちろん海外でなんで、なんで函館が出てくると思いましたが、まあともかく函館の JS という作品ですね。えー、っと、この作品のスケール感をあのお見せするためにですね、ちょっとまあ合成でですけど、人物を配置してみました。 このぐらいの感じです。ものすごい大きな！そうです。そうです。すごい大きな絵を描いています。とてつもなくでかいです。と。まあ、この番組をね。あのご覧の方にはま現、あ、代ーアートにとても詳しい方が今多いんです。まあ、基本的にま現、あ、代ーアートに詳しい方も、あるいはそ,そんなに現代ーアートはご存知じゃないという方も含めて。あの。 いろいろな方にね、まああの、理解していただこうと思って喋ってるので、まあ、そういうふうな意味で言うと、まあ、例えばこの作品を見てね、どう感じるかというのは、その方の現代、まあ、アート知識によりけりだとは思うんですよね。なんだこれこれが絵、ええ、なのアートなのと思う方ももちろんいらっしゃると思います。で、一方で、まあ、普通じゃんって思う方も多分いらっしゃると思うんですよね。 それはいろいろだと思うんですけれども、あの、僕はですね、この作品を初めて見た時に強烈な、えー、インパクトを受けました。驚きましたね。で、後にも先にも、あの、芸術作品に感動するという意味ではね、あの、いろんな経験をさせてもらったんですけれども、ああいう驚き方をしたのは初めて。 あの、僕は当時、えー、フランスで、画学生をやる他に、美術画廊のスタッフとしても働いていたので、現代アートを見る機会はとても多かったです。講師にわたってですね。えー、例えばあの、カッセル、ドイツのカッセルというところに、ドキュメンタというイベントがあります。今でもあるんですけど、これは、えー、世界の最先端の芸術。 カットエイジという言い方をします、まあ、切り口という言い方をするんですが、まあ、最先端の芸術作品を一堂に集めている展覧会ですで当時の、まあ、そういう展覧会も数多く見ていましたなので僕はあの別に傲慢ということではなくてです、ね、あの芸術作品のスタイルや表現形式によってこの驚くことはもうないだろうと とと思っていたたたにもかかわらずこの作品を見きき僕は驚きましたでもですねあの実はこの作品に目新しいものは当時の僕が知っている現代アートの知識目新しいものとのは何もなかったにもかかわらず僕は驚いたわけで通常 まあ驚きとか感動っていうのはですね、まあ、素晴らしい技巧まあもう超絶な技巧とかですね、まあ、あのびっくりするような斬新なアイディアとか、まあ、そういったものからもたらされることが多いんですけど、えー、そういうものは何も感じませんでしたけれどもですねこの作品を見た時のそのインパクトを僕は一生忘れることはないです それは一言で言えば爽快感でしたで。なぜその爽快感が出てきたのか、なぜそう感じたのかという話をしていくためにですね、当時のアートの状況について話をしなければならないと思うんですけれども、えーまあ、その前にですねあの、当時のニューペインティングはどんな風に出てきたのか、まあ、僕の まあ個人的な体験でね、話をしたいと思います。えー、っと、あの、ニューペインティングっていう言葉はまだ当時なかったんですで。僕はあの、パリのギャラリーで働いていて、あの、当然美術関係の関係者の人と会う機会も多かったし、画学生と、当然周りも画学生もいたし、えー、っと、 でその中で少しずつ噂が広まってきました。1980年代のことです。最初にあの彼らのことを聞いたのは、もしかすると日本人の、えー、僕の友人のですねあの、女性ピアニストから聞いたのかもしれません。で彼女はあの最初に僕に、ねあの、バッドペインティングって知ってる、えー、あのサンジェルマンのカフェかなんかで僕に あるいはあの、えー、当時の同僚だったフランス人の女性スタッフがいるんですけど彼女があの、ねあの「ヌーベルバーグを知っているか?」というふうに僕に話しかけてきたのが最初だったかもしれませんでこ,この場合のヌーベルバーグというのはあの、えー、あの新しいニューウェーブという意味ですだからか 彼女は、その、その、なんていうかな、イベ、あの、グループの名称は知らなかったんですよね。だから、何と呼んでいいか分からないので、なんか新しい波が来ているんだけど知ってるという、そんな感じでした。で、その時僕は何にも知らなかったんで、ふん何それでも何それって聞いてもですね、誰も、あの、正確に答えられないんですね。 それまでのアートムーブメントのような、こういうふうな、こんな感じのこういうものという説明がなくて、ともかく何か来るっていう、そういう雰囲気がですね、あの、周りに漂い始めます。で、あの、その後ですね、わずか数ヶ月の間に、えー、と周りで彼らのことを話す人がどんどん増えていきます、まあ。僕がそういう業界にいたからということもあるんですが、 気がついてみれば、周り中が彼らの話をしていました。僕はこの熱気はですね、初めて見ました。あの、えー、これまでね、あの、お話ししてきた、ポップアートとか、まあ、抽象表現主義とか、いろんなあのアートムーメントがありますけれども、それらは、あの、僕にとっては歴史上のことなので、僕は知らなかったわけです。 で、あの、まあ、ギャラリーにいてスタッフとして働いてて、今この作品が評判だとか、この作家が評判だというようなことは、それまでにもあったんですけれども、あの熱気はちょっと異質のものでした。寄ると触ると誰かがその話をしている。そういう感じです。でもなんか、あの、 どういうものなのかちっともわからない。で、みんないろんな言い方、呼び方をしてました。バッド・ペインティングってかあの、えっ、ー、と、ネオ・バロックっていう人もいたような気がします。それから、ニューロマンティック、ネオ・ロマンティックというような言い方をする人もいたような気がします。名称は全くバラバラだったんだけど、何か特定のグループを指してるという感じでした。で、あの、 すごく面白かったでそのうちですねその噂がだんだんこうさざ波が広がるようにあの広がってきてそのうちあのただの噂話ではなくて、えー、フランスのです、ね、パリの老舗ギャラリーがニューペインティングに舵を切ったつまりギャラリーがスタイルを変えてニューペインティングを扱い始めたとかそういう噂がどんどん入ってくるした。になりまし フロード・ベルナールというギャラリーがあります。これは、あの、パリでも、フランスでも当時ですね、あの、トップのギャラリーね。えー、現代アートのギャラリーとして、まあ、あの、知られているのは、アドリアン・マーグとか、うん、それからル・ポアンといったようなギャラリーが、まあ、有名。あと、ボーブールというギャラリーが有名だったんですけど、えー それらと比べても別格に近いぐらい尊敬を集めていた一つのギャラリーがありました。それがクロード・ベルナールです、ね。で、このクロード・ベルナールのギャラリーが、あの、扱っていた作家ですね。この人です。ベーコン。 そしてもう一人、えー、クロド・ベルナールが窓口になって扱っていた作家がいます、えー。これはバルチウスですね。あの、具象系のギャラリーとしては、まあ、世界トップクラスだったと思います。あの、ビーツのね、業界に詳しくない方に少し説明をしておくと、まあ、作家は多くの場合、ギャラリーと契約を結んでいます。パーセントではないんですけど、 で、その結んでいるギャラリーが、まあ、いわば卸元になるわけですね。今お見せしているバルチウスとか、その、ベーコンといった作家は、まあ、20世紀アートの、えー、最高峰に位置する当時巨匠でした。世界中のギャラリーが当然彼らを扱っているんですけれども、その卸元がクロド・ベルナールだということです。えー、っと、まあ、美術、 アルチュスやベーコンをご存知の方ならばですね、もうピカソとかがなくなってしまってから後の時代ですから、これがいかにですね、あの、クロード・ベルナールが、あの、力のあるギャラリーか、が分かっていただけるんじゃないかと。えー、っと、まあ、あの、実は僕はそのクロード・ベルナールギャラリーとクロード・ベルナールにね、売り込みに行ったことがあるという、恥ずかしい黒歴史があるんですが、 まあ最後時間でも余ったらね、その、分の黒レシピ、歴史の話をしようかなと思って、でもいいギャラリーでした。僕はあの、このベーコンの、あの、新作展もクロードベルナールで見に行ってますね。古いギャラリーでして、あの、そうだな、何と言ったらいいのかな、あの、うーん、宮崎駿監督の、あ違うスタジオジブリの、 猫の恩返しだっけああいうのに出てくる古いアンティークショップみたいなのあるじゃないですか。ああいう感じのギャラリーです。あの現代アートのギャラリーっていうホワイトキューブでね、えー、受付入るとまあ,あのなんか大抵なぜか黒いスーツを着た、えー、女性スタッフがいてなんか一元さんお断り感思いっきり出しながらですねあの っていう、そういうパソコンに向かってるみたいな、シーンとしててい感じなんですが、クロード・ベルナールは全然違うんですね。古いこう飾り窓のついた、まあ外観で、であの、そこに金文字でクロ,クロード・ベルナールと書いてあるんですが、知らない人が見たら分からないぐらい地味な感じです。で入ると中はあの古い建物そのまま使ってて、 そんなに広くないですね、うん。これが現代アートのギャラリーかという感じです。でそこでまあベーコンの、うん、水彩画、小さい水彩画をね、ずらっと並べたベーコンの展覧会をやってたあ、あの、ちょうどお邪魔したんですけどね。あの、もう全部ソルドアウトでしたね。<laughs> えっとまあそんなギャラリーなんです。 まあ、例えばそういうギャラリーがニューペインティングに舵を切ったというのは非常に大きなインパクトがありました。それ以外にも、えー、例えばルイ・カーンという作家がいるんですけど、これは結構抽象、まあ、系の作家なんですが、彼が、えー、ニューペインティングに作風をがらりと変えたという話も聞きました。 そんな感じでですね、どんどんそのニューペインティングムーブメントがあの押し寄せてきている感じがありましたで。でも実態を僕はずっと知らなかったんですよね。ただあの、異様な熱気だけが押し寄せてくる。噂話ばかりが先行する。でも誰も姿を見ていないというね、不思議なあの状況がしばらく続いて、でようやく僕はその、 ニューペインティングの作品を直に見ること。それがあのフィアックという国際絵画見本市でのことでした。ちょっとね、あのフィアックの説明をさせてもらいたいと思うんですよね。あの、このフィアックというのは世界中のギャラリーが集まって自分たちのブースに展示をする展覧会。 えっと、まあ、普通に考えるとですね、まあ、例えばモーターショーとかあるじゃない。ああいう風な感じだと思ってもらえたらいいかな。で僕は、あの、このフィアクという展覧会が、あの、あ、こんばんは、こんばんは。あれ ?5555 55さん。あれえっ、ー、と、半値変えられました。ははは。はさん、こんばんは。はい。 えっとこのフィアックの話をね、あのぜひする必要があの、ニューペインティングに説明する上であるんですけど、普通、現代アートの展覧会という,かあいうのはですね、大体あの、キューレターとか批評家の人がいて、その人たちが、まあ、展覧会のイデオロギー、方向性とか、これからはこうだみたいなね、あの世界観をこう押し出して、あのテーマを 決めてやるような点それから、えー、がありますそれ以外だと、まあ、有名どころのアーティストをずらずらと並べてこれが現代アート世界で今活躍しているアーティストですよという、まあ、あの展覧会で、あのー、いわゆるこう有名どころを集めてやる展覧会っていうのは大体い,い,いつも顔ぶれが同じになるのだんだん飽きてきて。 そそれれからあのこれがゲンダーアートなんだ、うういう類の展覧会、まあ。例えばカッセルさっき言ったカッセルドキュメンタなんかは、まあ、その典型なんですけどそういう展覧会というのは、まあ、悪く言えばすごく強情主義的なんですね。キューレターの人が、まあ、上から目線でこれからの時代こうだからあのお前たちよく見とけよみたいなね <laughs> そういう積極臭いところがあるし、まあ、独善的なところもあるわけです。 もちろんそれは仕方がなくて、それをやらないと展覧会の性格付けができないので、まあ、結局相場な人事的なものになってしまう。それはそれで同じようなことばっかりやっててもしょうがないし、ということで、まあ大体どっちかになる。で、あの、そうなんですけれども、このフィアックというのはそれとは全く違いました。あの、各ギャラリーが自分たちのビジネスとしてブースを持つ。 だから展覧会のテーマなどというものはないわけです。で最先端の現代アートを売りにしているギャラリーはそれを並べるし、古典的な作品を扱っているギャラリーはそれを並べる。で、あの、それもですね、あの、すごく自分のギャラリーが今売り出したい、これが新人作家でぜひ皆さん、世界の皆さん見てくださいという作家を並べることもあれば、 それからあのそういうのとは違ってですねあのいや、うちのギャラリーはこういうのれんでやってますよということをそのアピールするためにあの、ギャラリーが持っているメインの作品を、ねえー、出してくるというようなことをするギャラリーもあるんです。すごくバラバラです 例えば、あの、パリにね、イスイブラショーというギャラリーがありました。今あるかどうかちょっとわからないですが、これはあの、シュールレアリズムの専門のギャラリー、歩行系の財閥がやってるギャラリーなよく仕事の関係でね、そちらのギャラリーに寄せていただいたんですが、すごいんですよ。あの、地下のね、地下っていうか、半地下ぐらいのところにあの倉庫があるんですけど、その倉庫に降りていくと、倉庫の壁に、 あの、かけてある、壁にこう、あの、立てかけてあるのはね、ずらーっと全部マグリット。<laughs> 本物です。えー、っと、僕は驚きましたね。美術館以外であんなところにあのマグリットがずらーっと並んでるのを見るなんていうのは、あの、ない経験だ。衝撃でした。で、例えばそういうギャラリーが、いや、うちはシュールの老舗ですからということで、 というその作品をね、まあ、過去作ですね、オールドマイスターの作品を並べて。フィアックで驚いたのこれですね、これあの、アンドレア・デル・サルトという、まあ、後期ルネッサンスの画家なんですけど、えー、っとこのフィアックに普通にアンドレア・デル・サルトの作品がかけてあって売ってました。でそれからですね、あのこれも、あの 高機ルネッサンスの古典作品、古典作家なんです、パルミジャニーノという、この人のデッサンを売ってたりします。そういうブースがある隣にですね、あの、ヨゼフ・ボイスの作品を並べてるブースがあるんですよ。えー、っと、ボイスはカシの木のイベントのドキュメントを並べてたと思いますね。 かと思えばですね、ニューヨークから、えー、シドニー・ジャニスだったかな、えー、が並べていたのはあの、トム・ウェッセルマンというポップアートの作家の、えー、作品でしたね。あの、えー、その時はね、あの僕はなんでそんなにフィアックに詳しいかというと、僕はそのフィアックにいたからですね、スタッフで。 うちのギャラリーもフィアックに毎年出してたんですね。で、パリとバーゼルがあのフィアックでもすごく有名で大きかった。規模がものすごく大きくて。で、あの、まあ、一般オープンの前のプレオープンの時に、ねあの、要するにヨーロッパのモナコあたりの貴族様とかですね、それからアラブの大富豪とか、そういう方たちがゾロゾロとやってくるわけですね。 でそういうところであの、まあ、各ギャラリーがです、ね、頑張ってあのいかがですかうちの作品って言って売り込むっていうねそういう展覧会なんですよねで,でそこでまあ僕もバタバタ働いていたあの今でもねあの記憶に残ってるのはあのシドニー・ジャイアンツのギャラリーにシドニー・ジャイアンツのブースにあのウェッセルマンというポップアートの作家の作品がすごくいい作品でした あの、ずらっと並んでてで、そこにですね、あの、すっごい派手な、ルパン三世みたいなファッションしたおじいちゃんが、泥酔して一人座ってる。で、ショニー・ジャイスのスタッフは、まあ、展覧会オープニング前でバタバタしてて、誰も彼もが彼を無視してて、彼一人でね、あの、ぐでんぐでんに酔っ払って、あの、ワインを飲み続けてで、とてもなんか寂しそうなおじいちゃん。で 彼はトム・ウェッセルマン、その人でした。で、僕はあの、あなたはトム・ウェッセルマンさんじゃないですかって、僕は某ギャラリーのスタッフなんですけど、あなたの作品好きですよって言ったら、もうなんか舌がもつれた感じで、ああ、ありがとう、みたいな感じで。<laughs> なんか、すごい有名作家の割に孤独な風景でしたね。たくさんの人が行き交って、ね、まあまだ観客入ってない。行ってバタバタしてる。ポツンと一人。 作家が泥水状態、えー、まあポップアートのスターもなんだか孤独だなぁというの <laughs> シドニー・ジャイアンツのスタッフなんか話しかけに行ったらどうなのっていう <laughs> そういう記憶がありますでまあフィアックってそういう展覧会だったんですね僕はすごく面白かったです何が面白かったかっていうと積極サイトは一つもないんですよねみんなビジネスに来てるんで、うん、あの 商売なんですよね。野郎もね。だから、あの、それのためだけにやってだけども、あの、ルネッサンスやバロック期のびっくりするような作品が、あの、置いてある隣にウェッセルマンがあったり、抽象表現主義、えロスコーの絵を売ってたのも見たことありますね、えー。そういうものが並んでる。なんか、あの、歴史を超えて、時代を超えてですね、あの、何でもあるみたいな。 それがすごくは面白かったんですね。なぜこんなことを長々と喋ったかというと、つまりこのアートイベントは誰かが仕掛けることができないということ特定のギャラリーとか特定の批評家やキューレターがですね、これをムーブメントにするからフィアックでこれを出そうということを仕掛けることができません。 200を超える世界中のギャラリーが点で勝手に自分の儲け話のためにブースを立てているので、それは無理なんですね。しかし、そこにですね、ある時、溢れるようにニューペインティングの作家たちが一斉に出てきました。それが、あの、面白かったです。いっぺんに変わっていく。将棋倒しのように変わっていく。その、なんか熱がね、 直接、あの、こちらに伝わってくる感じがして面白かった。で、ニューペインティングの作家を扱っているところは本当に黒山の人だかりでした。で、そこで見た作家たちです。でこれが、あの、ジャーマンニューペインティングの作家、AR ・ペンク。 えー、結構面白いと思うんですけど、でかいですよ、これもね。あもちろん、あの、フィアックの会場には、あの、ビジネスが主体なので、そんな途方もなく大きいものを並べてるわけではないんですけど、彼の作品を見ました。それから、記憶してるんだと、これですね。これは、あの、ゲオルク・バゼリッツ、作家の作品です。これね、僕が画像を間違えてると思うじゃないかと思うんですけど、間違えてないんですよ、これ、天地。 えとバゼリッツはみんなこんな感じですあの。上下逆さまなんですね。それからさっき言ったクロード・ベルダールが扱った作家はこの人ですね。えー、フランスのニュー・ペインティング・ムーブメントの立て役者であるジェラール・ガルースとフランチェスコ・クレメンテ。イタリアの作家ですね。えーとまあ、こんな作家たちがあの次から次へと出てきました。 確かに面白かったんですけれども、僕はその時点ではみんなそんなに噂するほど面白いとは思わなかったんですね。それぞれの作家実物見て結構面白いなとは思いましたけど、僕個人の感想としてはそこまでではなかった。ジャン・ミシェル・バスキアですね。すごく有名ですけども、 彼の作品も見ましたけど、彼の作品は残念ながら小さなドローイング程度のものしか見ることができませんでした。この時点ではね。で、それ以外でですね、まあニューペインティングを僕は代表すると思っている二人の作品、大立物です、えー。アンセルム・キーファーというジャーマンニューペインティングの代表作品と、それから今日話をしているジュリアン・シナーベル。この二人の作品はまだ僕は見てないんです。 で、まあ、その状態で、まあ、そんなにかなと思ったんですが、その後、強烈な彼らの圧力を感じていくことに、えー、なるわけです。えー、っと、それでですね、まあ、あの、ここから少し話が、はい、めんどくさい話まあ、アートがね、走してきたものっていうのは何なんだろう。つまり、あの、近代以降のアートが目指してきたもの。 なんだろうこれまでのね、動画でもいろいろ喋ってきたでまあ重複,重複する部分が、ね、あるとは思うんですけど、ちょっと聞いていただきたいんですが、あの、技術っていうのはね、もともと産業だったわけ、おそらくは、えっ、ー、と、あ、バスキュアはこの辺は森美術館、あ、そうですかああ、そうですよね、はい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 。 非常に大きな産業として成り立っていたわけ。産業って何かというと、あの顧客があってニーズがあるっていうようなわけです。で、まあ古くはヨーロッパでは宗教と教会だったし、まあ18世紀ぐらいになってくると、もう記録ですね、記録媒体としてのまああの重要性が高まってくる。 前にもどっかで話したことがありますけども、肖像画、数々の肖像画がありますけれども、あの、その、例えば女性の肖像画、貴族やね、大金持ちの人の女性の肖像画なんかが結構海外の美術館にもありますけど、あれは時としてはお見合い写真を兼ねていたわけ。つまり絵画はビジネスで役目があったんですね。 でその役目があるためには、ドキュメンタリー、ドキュメントとしても、あるいは宗教的説得としても、描く対象に似ていなければならなかった。宗教は、まあ、確心の描写であればあるほど、人々に説得力をもたらすし、まあ、例えばアダムとイブを描くのにですね、あの、リンゴがなしに見えたら話にならんわけですよね。で記録媒体は、似てなければ意味がないわけです。 これをね、すごい平らに言ってしまえば、あの、男性紀もかけて西洋美術が培ってきた技術っていうのは、一言で言うとカスタマーサービス。で、それはなくなったんですけども、なくなってもですね、あの、人は簡単にそこについてはいけないんです。長年、こう、培われた価値観っていうのは、簡単に払拭することはできないわけです。 例えば今でもそうですけれど、絵が上手であるというのは、えー、実際にあるものに似ているということなんですよ。そう思っている方がとても多いわけ。で、それは過去の技術がそのカスタマーサービスとして培ってきた技術の名残ですよ。似ていてもいいんですけど、似てる技術があってもいいですけど、別に似てなくてもいいわけです。人はね、 その一度長い間、えー、植え付けられた価値観というから脱出することはできないわけです。それはデッサンだけではないですね。色とかフォルムとか表現方法とか。あ,のあらゆる場面に、ね、あの染みついた価値観というのは拭うことができないわけです。で、まあ19世紀末から今まで。 アートというものがやってきた歴史を非常にあの、簡単に言ってしまえば、それを打ち壊す戦いの歴史だったというふうに、まあ、言っていいと思う、すごくざっくり言えばね。これはあの、ピカソのね、有名な言葉ですね。見えるように描くんじゃない。見たように描くんだ。 その見ることの主体を作家自身に取り戻すというあの近代芸術のアーティストの、まあ、決意表明ですよねで画家たちがねあの制作の主役になるための戦いっていうのはあの同時に古い価値観に風穴を開けていくための戦いでもあったわけ。 これはマチスの有名なダンスですね。あ、ヌードですね。ブルーヌードですけども、あの、マチスはね、絵画が色とフォルムに還元できるということを世界に示しました。そして、それは、あの、抽象への扉を開いていくことになるわけですね。これはダリの二マメですけれども、あの、シュールの画家たちはね、人間の内なる創造、 内なるイマジネーションを描いてもいいんだということを世界に示したわけです。河原温さんですが、えー、コンセプチュアルアートというのはね、まあ、思考と概念こそが芸術の本質だということを世界に教えました。ま抽、あ、象表現主義はまあ、完全な抽象世界を作り出して、絵画の現実からの独立。 現実から完全に独立した自立したアートというものを作り上げるために、えーまあ、あの人生を捧げたわけだし、その後追ったミニマルアートはそれをより純化させた形でね、情動を排除し,排除して、まあ、工業製品のようなもの、その無機質なものにも美し,美しさという、美というのはあるんだということを世界に示したわけだ。 まあ、あのアートの歴史に起こったですねこの百何十年の間に起きた革命を全部言うことは到底できないんですけど無数の革命がありましたであの新しいそれらの革命はそれぞれにですね新しい価値観を世界に示したわけですねで結局レディーメイドとか、まあ、いろんなものを含めてあらゆるものが画家のパレットに乗ることになる 何をやってもいいんだ。どういう価値観もあり得るんだということに結果的にはなっていくわけです。道はどこへでも開けてるはずでした。けれども、というところからなんですけども、あここから少し話が変わった、えーまあ。シュナーベルの話をしながら話をしましょうか。えー、っと、 革命というのはね、まあしばしば当たり前のことなんですけど、前時代への否定から始まるわけです。まあ否定肯定したら革命にならないですから。でそれは美術でも同じですで。進歩思想というのは、まあ近代思想の背骨だ。これはアートだけではないですよね。 はい。だった。はい。そうです。だったなんですけど。例えばね、皆さんね、あのー、お仕事されててね、例えば何か提案されて、誰かがそれに対して、それは新しいねと言ったら、それ100%褒め言葉ですよ。それ古いねと言ったら、それは100%批判です。ネガティブです、ね。つまり、現代において、というか、我々の、 世界において新しいということは正しいということと同義語で古いということは悪いということと同義語に今使われているわけです。本当は違うよね。例えば江戸時代までの日本では、つまりそれはこれまでになかったという評価はですね、それはいい評価には決してならないんです。ずっと続いてきたということは肯定的評価な。 これは中国なのでもそうです。古来からあったと言われればそれは正義で、えー、新しいと言われればそれはむしろ悪を表していた。近代思想というのは逆になるわけです。本当のところを言えばね、どっちも別に正しくも間違ってもいないというか、そういう問題じゃないとは思います。古くから続いて正しいものもあるし、新しくて正しいものもある。まあ、それが当たり前のことだと思うんですけども、そうではないんですね。近代思想というのは、 背骨は <coughs> 革新性と進歩だったわけです現時代に対する批判批評を含まないアートはダメだという考え方が、まあ、だんだん、えー、現代アートの世界を覆っていきますそれから、まあ、さっきも言ったようにですねあのデッサンや彩色の、まあ、色付けなどのです、ね、アカデミックな技術っていうのはアートが あの現実から独立した時点で、本質的には不要になったわけですよ。人体そのものをまともに書けなくても別にいいわけです。退職のルールなんてないわけです。では、アートに求められる技術っていうのは一体何だろうかということになるんです。まあ、これはね、あの、僕の個人的体験ですけど、僕は思想のデッサンを磨けと、議題で教えられました。 まあ僕の体験などね取るに足らないことなんでしょうそれはまあ当時の美術界のある種の思考を表していると思います要するに表現の表現とコンセプトが一体化するっていうのは現代アートの基礎条件なんで作家の思想とそれからコンセプトとその表現形態がブレることがなく ピタッとあって、フォーカスが合っているときに、えー、それはうまい。そういうことだと思います。人間似てるか似てないかとか、もう関係がないわけですで。そうなんですけど、そこはどうなっていくかというとですね、芸術が何らかの思想の表現手段だとすれば、そこに雑居物や不協和音が入ってはならないという考え方にだんだんなっていく。 さらにですね、まあ近代から現代に変わるうちに、近代はまだいろいろあるんですが、まあ歴史とか人間の情動、えエモーショナルとかをまあ排除していく。で、まあ思想とか、まあ社会思想とかえ、それから美術概念とか、そういったものは盛り込むけれど、それ以外の雑居物は排除していくべきだという感じが非常に強まって えっと、一つだけ例外があって、これはあの、ヨゼフ・ボイスです。ヨゼフ・ボイスはそういうアートの代表のようでありながら、実はなんか、ドロドロした常年みたいなものが、あの、作品になだれ込んでるという、非常に不可解な作品を作ったわけですね。だから、ボイスは、あの、実はちょっと例外的なんです。で、あの、あまり知られてないことなんですが、ジャーマン・ニュー・ペインティングの作家たちの師匠はボイスです。 彼らは、あの、ボイスの教え子なんですね。えー、そこは、あの、ちょっと記憶しといてもいいんじゃないかなと思うんです。で、あの、まあ、話を戻しますけれども、それぞれのね、アートの革命というのは、あの、確かに必要だった。それぞれの時代に必要だったと思います。それが過去を否定する必要ももしかするとあ革命というのはそういうものを含むものだ。仕方がないでしょう。 でも度が過ぎるとおかしなことに当時の、その80年代当時の画家のパレット、本来だったら無限の可能性があったわネティックアートもある、アルテ・ポベーラーもある、コンセプュャルアートもある、もうありとあらゆるものが何をやってもいいんだ。君たちに何でもあるんだというはずだったわけです。でも、その 無限の可能性は、コンセプトと表現の一体化をしなければならないという、そのメソッドに狭められていく。思想に裏打ちされた、あの、選択以外は、載せてはならない。パレットに乗せてはならない。という教育が、少なくとも、ヨーロッパのアートシーン、ああの技術界では現代アートに関して広がっていくわけです。 でね、あのはいボイスはそうですねはい作家たちはね道のないところに道をつる極端に言えば宗教の時代から始まってあなたは三角構造を書かなければならないそういう世界三位一体だからそういう世界から始まって世の中はこうでなければならないこういう価値観でこういうものを作らなければならないと言われている時に 違ううだろうなんです、ね、こっちにも道があるでもその後に続く人たち批評家の人たちもその彼らが切り開いた道を指さしてこの道しか歩いちゃいけないって言うその典型的な例があります、まあ、ドイツのある女,女流批評家がですねあのニューペインティングが出てきた時のインタビューに答えてこう言ってるんですね。 武将絵画を描く人はファシストだとと思う。なんんこれ誰がそんなこと言ったのあの日本ではね簡単にファシストって言いますけど、まあ、ヨーロッパでドイツでファシストと言ったそれはもう生きる価値がない人間ではないという意味と同義語だと思っすごいこと強い言葉です武将を描く人はファシスト そんなことを言うためにですね近現代の作家たちは道を切り開いたんでしょうかポップでもミニマルでもコンセプュャルでも何でもいいんですけどそれぞれ現代アートに関わるものに、えー、はねあのアートスタイルとしてです意味があったかもしれないでも世の中の人にとって何の関係もないんですよ僕らにとっては気になるけど オップだろうと、オップだろうと、コンセプュャルだろうと知ったこっちゃないんですね。世の中一般の人にとって。そんなもの何の価値もないです。それはたかがアートの世界のアートスタイルの変遷に過ぎないわけです。でも、アートを知らない方でも、美術に深い興味を持たない方でもに対しても、ね、あの近現代の作家たちがやったこと、一つだけ価値あることがあります。それは何かといえば、 他にも道、他にも価値はあるんだ。他にも道はあるんだ。美は一つじゃないんだということを教えたことです。僕はそう思ってキネティックアートがどうとか、アルテポベーラがどうとか、そんなことは一般の方には何の関係もないし、あの、まあ、美術を学ぶ人は学ばなきゃいけないかもしれないけど、世の中一般の人にとっては何でも、どうでもいいことですよね。でも、 まあ、ピカソとか印象派とかから始まってですね、現代に至るまで、あの、偉大な先達たちがやってきた。だけ、後に関係ない人たちにとって、とても価値のあることがある、美は一つじゃない。いろんなものの見方がある。いろんな道があるんだ。あなたが今まで感じなかったものの中にも美しさというのはあるんだ。そういうことを教えた。 はい。武を描いたらファシストという決めつけの方がファシズム。そうです、そうです。そ,その通りなんですと僕はそう思うんですよね。それこそがね、彼らが人類に残した最大の足跡だと僕は思ってる。でも、批評家や美術関係者、当時のです、ね、批評家や美術関係者は、彼らが切り開いた道の一つを指さして、この道しか歩いてはいけないって言い出したんです。 この道以外を歩く人間は現代アートではない。誰がそんなことを決めたこれだけたくさんのアートムーブメントがあって、これだけたくさんの革命があったにもかかわらず、実は画家のパレットは豊かにはならなかった。一つの例がありえー、っと、パブロ・ピカソですね。パブロ・ピカソ。あの、 晩年ですね、自分がコレクションしている作品を、えー、ルーブル美術館に寄贈しました。で、あの、当時のピカソというのはもちろんあの世界最高峰の芸術家として知られてるんですから、彼がどんな作品をコレクションしているかというのが、えー、注目されたんですね。日頃彼は自分のアトリエ、作家がアトリエに他人の作品をかけるっていうこと大変なことなので、あの、うん 大巨匠ピカソが何を描何をアトリエに日頃かけてたのかというと、みんなが見たかったんですよ。で、あの、大評判になりました。僕がいる間はまだルーブルにその部屋が残ってた。で、セザンヌやあなんかが、まあ、あるのはね、あの、有名なことだったのですでに知られてたのが、その時に、えー、この人の、 バルチウスです。このバルチウスという作家は、あの、好きな人も多いと思いますし、あの、今や世界でも有名ですね。もう亡くなりましたけど、有名な作家ですけど、ピカソのコレクションにあったから有名になったんですね。それまで彼はさほど知られた作家ではなかった。それから、この人です。 これはイタリアの作家でモランディと言いますこのモランディも特別あの評価されてたわけでもないしそれほど知られてたわけでもないけれどもピカソのコレクションにこのモランディの絵がありましたそのためにですねこのバルチウスとモランディは一気に世界的に有名な画家になってもしピカソが 進歩思想に毒されていたら彼らを評価することはできなかったです。モランディもバルチウスも、いわゆる近現代のアートの革命性とは、あの、まあ、無縁な作家でした。もちろんその影響がね、完全にないとまでは言えないですけど、あの、その時代、同時代人ですからね。 でもまあポップも抽象もコンセプュャルも百花繚乱の時代に彼らはこういう絵を描き続けていたんです。でもピカソはこれをいいと思ったわけです。ピカソは確かに革命家でした。だけどもあの彼は何がいいものでいつも見ていた人。でもピカソを来賛し持ち上げてた批評家やキューレターたちはボランディや カルチュースを現に発見することで、彼らにはそれは見えなかった。えっ、ー、とまあ、西欧社会の持ってる硬さっていうのか、そういうものもあります。まあ例えば日本のね、批評家で、えー、まあ、当時の批評家が何を言っていたか、僕は詳しくは知らないけど、おそらく具象を書いたらファシストだとは言わないと思うんです。そこまで振り切るっていうことは、あの日本人はなかなかないかな。 西洋社会には、えー、非常にネガティブな面としてそういう立ちがあるその時に僕はこれを見ました。何て言うんでしょうかね、爽快感以外何もなかったですこの作品にはね、新しいことなんか何にもないんですよ。 それまであるアートのいろんなものが乗っかっている。まあ、これよりももっとわかりいいのはこれですね。まあ、これを見ていただくのがね、まあ、一番わかりやすいかもしれませんけれども、ここにはポップアートもあれば、ある種コンセプュャルな感じもあるし、抽象もあるし、愚象もあるし、えー、おまけに今古典まで引っ張ってきているし、何でもあります。 要するに近代以降のですね、アートがやってきた革命の、うん、そのパレットをそのまま描いてる。ポストモダンというか、あのニューペインティングをねこう、ミニマルの否定でニューペインティングが生まれたというような説明があの一部ありました。もうそれは間違いです。それはですね、過去の世界観にとらわれている典型的な言葉で、ポストモダンそのものをわかっていない。そういうような批評する人はまだモダンの世界線にいる。 前時代を否定して、えー、ネガティブにこう、それはダメだから我々はこういう価値観を持ってやるんだというようなやり方自体を知ったこっちゃないよって言ったのがニューペインティングなんですね。それがですね、あの、僕が受けた衝撃の理由です。コンセプト知らんがな。 作家のコンセプトや社会思想と表現の一体化知らんがないそんなこと知ったこっちゃないんだ自分たちの要するに近代以降が持ってきたアートの全ての表現の中で好きなものを使わせてもらうんだその徹底的な爽快感ですね例えばシュナーベルの作品を見てねどうこれは何を表現してるんですかというふうにもし聞かれたら僕はかっ きっぱりと言います。何も表現してないです。何もないです。主張なんてないんですよ。この作品のコンセプトは何ですか？ありません。実際にあのミラノでの開古展であの批評家がですね。あのシュリアシュナーベルの作品についてまあ、説明をしているんですがえ、コンセプトを見出すのはほとんど不可能に近いと言ってました。まあ、そうだろうと思います。 でもね、コンセプトなきゃいかんのそういう声がね、作品から聞こえてきたんですよ。いや、アクションペインティングあるんでしょう抽象あるんでしょう具象あるんでしょうシュールあるんでしょうポップあるんでしょうみんな使い,使いたいわな。使わせてもらうわな。その抜けるような爽快感が、ニューペインティングの衝撃だったんですね。 だからそうです、ね、あのミニマルの否定,ミニマルの否定結果的にミニマルも否定してるかもしれないけどミニマルを否定するという価値観自体があのモダンの価値観なんですそういうのもいいからって言ったのがポストモダンなんです俺たちそれ関係ないから僕がシュナーベールの作品から聞こえた声はそれでした それは本当に衝撃でしたね。思ってもいないところから、その、なんていう、出てきた。新しい価値観とかそういうんじゃない。その爽快感が僕は、あの、シュナーベルを見た時の感動でした。なんも新しいものがない。なんも、その、新しく表、表明しなきゃならないコンセプトもない。だけど書いてるんだ。なんでそれが悪いと。 割れてみればそうだよね。大雑把に言えばニューペインティングが蹴破ったものというのは近代の進歩思想とか革新思想の背骨です。めちゃめちゃかっこよかったです。本当にかっこよかった。彼らがね、あの見せてくれたものというのは一言で言えばアートは描く、描くもののものだということなんじゃないかな。それに尽きるんじゃないかな。 近代以降の美術家たたたちがやろうととしてきたことはそそそももれだったわけですでもいつの間にか革命に必死になるあまりにあの何の革命だったか忘れてしまったんじゃないニューペインティング現代っ子そうですねそうですねそういうふうに言ってもいいと思いますねまさにそれですねだけどあの 革命のための革命になっていってしまったんですよ画家が自分たちの主体性を取り戻すための革命であったはずが革命をするための革命になってしまったまあ革命あるあるるですよ、ね、革命そのものが目的になって何をするために革命をしているのか分かんなくなるィングは 思い出させてくれたんです。では描くものとして。